それではカナタさん、今恋人はいますか？いません。では過去には？いません。では今好きな人は？いません。では好きな男性のタイプは？優しい人がいいですね。なんだか無難な答えばかり返ってきますね。事務所に何か言われてるの？優しい人がいいですね。優しい人がいいですね。カナタさん、質問ちゃんと聞いてらっしゃいます？そう。笑顔、素敵ですね。ねえ、マネージャー、今のでいいの？お利口なワンちゃん、ご挨拶なのね。はーい、ショーゴ、久しぶり。ばったり忍び込んできたのよ。それよか、何そんなつまんないテレビ見てんのよ。勝手に再生してくれるんだ。ずいぶん気の利いたテレビなのね。おー、オス？メス？どっち？また夏は来るよ。よしさ、じゃあ出かけよっか。夜のドライブ。
シャオゴのベッドがいい。シャオゴのベッドじゃなきゃダメなの。私ダメなんだ。なんもないよ。臭いな。なんもないよ。って言ってんの。こっちだってテンパってんのよ。しんどいのは自分だけだと思わないでよ。ばっかしてくる。こっちだって血が通ってんのよ。誰が人形になんかなるかっつの。家に帰ってお人形ごっこでもやってろよ。私の中のルリカはあんなんじゃない。女はあんな時にあんなこと言わないよ。あんな表情しないよ。絶対違う。私の愛してるルリカは違う。あんなことをあんな風には言わないよ。みんな勝手なことを勝手なようにバラバラに文句言ってくる。魂なんかみじんもこもってない軽い。そりゃありがたい愚痴をここでもって切り刻んでくれちゃって。必死こいて私が作ったルリカがメタクソのズタボロだよ。だったらみんなの平均値でも探して高精度の調査してりゃいいだろうが。統計学者かよ。ご立派なことでリサーチ会社に転職しに行けっつんだよ。でどうなの証拠。このいろことを聞いてみて、君の意見は？アドバイスは？君があの人たちの口を塞ぎに行ってきてくれるの？どうよ。無駄でしょ？無駄だったでしょ？無駄だって分かったでしょ？どう？こんな話、君に話しても無駄でしょ？それとも今すぐにあの監督の息の根でも止めてきてくれるの？そうなの？君が私を救ってくれるの？のとこに行きゃいいじゃん。で、いい子してもらえばいいじゃん。どうせ可愛くないもん、私みたいな女は。
私にしてくれたことなんてないじゃん。かなりムカついてる。